明日お話し会ですね。楽しみだ。こんばんは。今日しかもあれなんですよ、 STU フューチャービーで、あのね、フューチャービーはガチャガチャがね、なんていうの、アバターのガチャガチャができるんですけど、 STU アバターがね出るチャンスなので、ぜひ引いてみてください。こんばんは。今日はね、さっき9時ぐらいまでベートークに出演してました。お話ししてる。あとカメラのなんか位置が、いつもはこっちからカメラにしてたんだけど、今日こっちからにしてて、でコメントはこっち側にある。もうこっちかも。どっちにカメラ向けてたか忘れちゃった。こんばんは。嬉しいお知らせって何？嬉しいお知らせはちょっとまだ発表できないんですけど、まあいずれか嬉しいお知らせがあるので、そちらの方を楽しみにしていてください。そう、いつぐらい発表あるのかちょっと分かんないんだけど、いつかはあるはずなんですよ。よろしくお願いします。タワーありがとうございます。ローケイティさん、タワーありがとう。何タワーだろう、なんかすごいお城みたいな、お城タワー。どうも。じゃあこのちいかわのメモ帳に書きたいと思います。最近ちいかわ見てます。最近はモモンガとウサギがいっぱい出てきててかわいい。ケイティさん、タワーありがとうございます。さっきのベートークもありがとうございました。お話できて嬉しかったです。ありがとうございます。かわいいウサギ、まあ推しはハチワレちゃんなんですけど、うららら。なんか誰だったかに、メンバーかな、なんかおきちゃんうさぎに似てるって言われた。なんか嬉しいような嬉しくないような。でもちいかわ好きになってから、なんかちょいちょいなんか喋り方とかちいかわのモノマネしてしまう。泣いちゃったとかてこととかよく言っちゃいます。8割か。最近はウサギ。いいやはやってあのたまに言ってる。うらん。まいちゃんはモモンガのモノマネをよくやってる。エラーって言ってきます。しかれ。私的には8割ちゃん。全然チーカー関係ないんですけど、さっきねめっちゃ可愛いやつ見つけて、これはサンリオなんですけど、見てください、座ってるポムポムプリン。本当は多分正面、これが正面なのかな。食べますって書いてある。あ、
べる、あれうる、食べられるマスコットだ、食べられるマスコット、ポンポンプリン。なんかシナモンとポンポンプリンが鎮座してて、ここに可愛いなって思って買いました。迷ってどっちか、お菓子なの、お菓子だと思う。私たまにこういうシリーズ買っちゃうんですよね。多分和菓子だと思う。すごい首が上向きなんやけど、超かわいい超かわいいんだけど、なんじゃこりゃ。なんかデブーンってしてません？横から見た時とか。食べるのもったいない。そうなんよね、結構でも柔らかいっていうか、ほら、なんで食べたいと思います。うん、ちょっとなんか幽霊みたいになっちゃった。かわいいポンポンプリン。下から食べる派。そう、かわいそうだからね。ちょっと今甘い気分じゃないんで一回置いときますなんで開けたっていうね。何味？プリンです。ちょっと戻しときます。座れなくなったプリンくん、かわいそう。和菓子だった、和菓子です。かわいいポンポンプリン。なんか足がない幽霊って日本だけって聞いたんですけど、海外だと足あるんですかね、幽霊にも。どうなんだろう、足がないって日本の固定概念なのかしら。服かわいい、今日はピンクです。そうなの。え、なんか聞いた話によると、あんまそう思ったら海外のゴースト的なのあんま見ないからちょっとわかんないか。怖い話、最近あのうけつさんっていう YouTuber の方よく見るんですけど、あの結構有名な怖い間取りとかの話が多分有名だと思うんだけど、そのうけつって方のねチャンネルで結構創作の怖い話とかはよくされてるんだけど、それを見ながらあの寝落ちするのがハマっててうん、面白い。なんか凝ってるんよね。マイキューが出演してた。え、そうなの。どれだろう、なんかいろんな話出してるんですよ。面白い、小説買おうかなって思った。なんかね YouTube で途中までの話を、なんか YouTube で小説をやるってすごい珍しいよね。なんかYouTube で途中までやってて、続きは小説でみたいな感じで終わってて、これは買おうかなって思って最近。
すごい面白かった。最近はそんな感じですかね。何を見てるかって言われたら、そうかも、ウケツさん見てますこんばんは、見てみてください。ホラー見ても怖くないの。怖いけど怖いがるために見てるんで、うん、怖いのが嫌いってわけじゃないです。結構ホラーは好き。チェックしてみます。ぜひぜひチェックしてみてください。すごい前髪めっちゃ伸びてる。夜寝られる、夜流してるんですよ夜流してるんですよ。でもなんか怖いの好きだけど、ウケツさんのはなんか怖いっていうか、結構なんだろうな、後からじわじわ怖くなるっていうか、なんか伏線回収系だから、なんかそんなビクビクせずに見れる、うん、普通のホラーはあんま夜見ないかも。あの移動中とか昼間にメンバーがいる時に見てます。あの移動中とか、うん、ホラー見てて思った通りの展開になるとホラホラホラってなるよね。うーん、確かにテンプレはあるけど、まあでも割と楽しんでるかもそんな感じの毎日です。最近は、最近はそんな感じかな。何してるって言われたら、うん、怖い系の YouTube 見て、あ、今のダジャレだったんだ、ごめん、全然気づかなかった。ほらほらほらって思うって、そういうことね。ちょっと文章だと分かりづらかったよくよく考えたら確かに。すいません、ちょっとダジャレもうちょっと面白いやつ持ってます。最近ハマってるアニメ、推しの子とかなんかみんな見てるから見てるかな。しかも今コラボカフェやってるからね。早めに行きたいなって思ってるコラボカフェドクターストーン、ドクターストーン3期見てないな。見たい。2期も見てないまだ最近は、今期はスキップとローファーと推しの子と、あ、何見てるだろう。うん、ぐらいかな。アニメはその2つかも。って感じです。なんか妹に何か勧められたんだけど忘れちゃった。なんだっけな、スキップとローファー好き、面白い、青春系なんだけどめっちゃ面白いくてびっくりする。なんかこんな青春いいなって思いながら見てる。妹におすすめしてペトロファー見た方がいいよって、そしたら妹になんか私はなんかこれを見てるから見た方がいいって言われたやつ、なんだっけな、忘れちゃったよ、うん、なんかおすすめされたなんだっけな、
ょっと後で見返してみよう。最近はね、あのコナンの応援上映に行きたいなって思ってます。27日からかな、明日からなんだけど、なんか全部土曜日とかは全部お仕事が入ってて全然行けないっていう話を最近してる。応援上映わかります？なんかライブみたいに声出してもいい上映会があるんですよ、映画の。なんかペンライトとか持って、それにその広島の映画館もやってるから応援上映したいなって思ったけど、全部仕事入ってるくて行けなさそう。なんかね、公式が教えてくれるんですよ、どういうところでどういうことを叫ぶか。なんかまずキャラが出てきたら名前呼んだりとか、あの最初の東宝のロゴが出たら、あの最初に発声練習と兼ねて東宝って叫んだりとか、真実はいつも人つって言ったりとか、それらしくて、私行ったことなくて行きたいんだよね。めっちゃ楽しそうじゃない？でもそういうのってさ、誰かが声出さないと出せないかもって思って、ソラハを誘ってるんだけど、多分ソラハは慣れたらめっちゃ声出してくれる気がするんですよ。行かなあかんとか言いそうじゃないですか、隣で。でも多分ソラハも誰かが出さないと出さない気がして、でもせっかくのね応援上映ならね、行きたいですよね。でも多分初日とかが一番人多いだろうから、本当はね明日めっちゃ行きたいと思ったんやけど、明日27なんですよ、明日27で、ね、でも明日はちょっとお話し会があるので、なるべく近いうちに行きたいなって思ってる。最近はね、そう、行けたらいいなって。でも日が経てば経つほどなんかあんまお客さんだんだん減りが少なくなってきそうな感じするんだよね。だから初めの方に行きたい。最近の目標です、私。映画館見るとき何食べる？最近あんま食べないかも。飲み物も飲まない。あんまり、本当は飲み物とか大好きなんだけど、あんま飲まないかも上映中は。なんか気になる自分の音とか。だから食べるにしても、あの CM までに食べきる。なんか自分の音が自分の中ですごい響いてるのがめっちゃ気になる。もしゃもしゃもしゃって、クマありがとう。あとポップコーンがそんなに好きじゃないのもあるかも。でも何食べるって言われたら、ね、この間のコナンの時はチュロス食べました。映画館で。チュリトスか。食べたかな。映画館行きたいですね。なかなかあんま行かないから。おきちゃんかわいい、ありがとう、ラブラブ。
コナン好きなの。コナン大好き。唯一毎年見てる映画唯一毎年見てます。明日はオンライン話し会ですね。27と28。なんか5月は月1、まあ月2、月2なんだね。なんか4月は毎週あったからすごいお久しぶりな感じ。こんばんは。こんばんは。楽しみですね。楽しみ。でもね、服をさ用意するの めちゃ忘れててさ、さっき見たらさ、なんか私明日コスプレの日でね、いやどうしようと思ってちょっと今探してるメンバー。こりゃ困ったって。今ね、ほんとね3人ぐらいに聞いてみたんやけどね、持ってないって言われて、やばいって、どうしようってなって。そう、明日はねポリスの予定だった。もうダメだね、なんか決めるのがさ決めるのがもうめちゃ前すぎて、その時のことを考えてないよね。なんとか見つけれるように頑張ります。そう、とりあえずいろんなメンバーに聞いてみたいと思います。明後日は、明日はミリタリーだったんやけど、めっちゃ忘れてた。明後日はワンチャン早く届くやないかなって思ってるけど、困った本当に。もうコスプレの日今度からもう作らないようにしようかなって思い始めた。絶対無理な気がする。今日発注すれば明後日はいける。確かに明後日は間に合うかな。本当に困った。とりあえずあの本当に誰にも貸してもらえなかったら買いに行こうかなって思います。朝ぐらいに早起きしたら。まあ明日の私がどうなってるか明日の自分に任せたいと思います。とりあえず今日はあのゆっくり寝ようかな。で明日の朝早起きして明日の自分に任せる。頑張れって、応援してるよ。って感じです。いつもどうやって決めてるの？服？もう難しいよね。もう本能で、いや、じゃあこの日はこれでこれでみたいな。イベントとかがない日は、うん、行事があればあれなんだけど、ハロウィンとかクリスマスとか何もない日の服は割と、うん、勘で多分これやってるわみたいな。そうなんですよ。持ってないのになぜポリスにしたの？その時には持ってるって思ってたでも早かった。ポリス着たことないんだね私。意外と着てると思ってた。
買いに行くかも。誰からも借りれなかったら。よいしょ。でも月1、まあ、月2だけど月2のお話し会なのでいっぱい話しましょう。多分話題も溜まってると思うのでお待ちしてます。今週じゃない、今月末はもう公演もあるしね。楽しみだ。ゆきりかなら何でも持ってそうなイメージ。ゆきりかね、確かにコスプレいろいろやってるイメージある。もうお店多分開けれると思う。マイカー単独、そうマイカー単独お久しぶりです。ピオちゃんの大げさものまで最高やった。あーね、イモーステレビありがとうございます。もう怒られないか心配になるぐらい大げさだけど。ありがとう。岩田ひなになりきれるか選手権。今週のイモースだ。明日とかに写真集あげれてないメンバーにもあげようって思う。ちょっとやってみて。いやちょっとそこはあの見てください。見てください。ちょっとショールームでやるには荷が重い。荷が重いぜ。ひなはそんなんじゃないって言われた。来週マイカー公演ありますね。単独公演に出演するのは久しぶり。マイカーの単独は久しぶりかも。マイカー自体は私解禁症かも。バイトずっと出てます。さすがリーダー。まあアンダーがいないからね。でも多分マイカーのメンバー誰でも覚えれるから多分私のポジションを覚える人も出てくるでしょうきっと。きっと出てくるでしょう。でも一応ねずっといます。毎回出演してます。四国は全然最近出てないけど。だから四国のグループラインで出演メンバーが発表された時私一応毎回リアクションしてるんですよ。あの私がいないっていうリアクションはっ！ってスタンプやってるんだけど、でも出てない。あのトークに押せるスタンプいつも押してます。四国に出たいんごーって。でもなかなか出れない。出たいんだ。出たい。四国は瀬戸利がめっちゃいい。ポジ覚えよう。四国はね人が足りてる。
まだメンバーなの。そうよ、熱意が足らん。ちょっと今度直談判、四国にライブに出させろ。急にご乱心、起きゆうかご乱心事件起きちゃう。突然変異すぎる。まあちょっといつか出れる日を願っときますエンジニア出て、そうエンジニア一応ね探してるんや。こうやって電子工観光大使行くぞー、おーってしてます。リーダーが四国に出てほしいって言ってたね。あかりんさんが出ればいいじゃんって言うんだけど、私はね出たいんだけどね。待ってるよ、だって待っててくださいな。ぜひぜひ。しれっと踊ってるとか、楽屋では結構踊ってますよ今日は何分までしようかな。今10時半か。あんまり決めてはないんだけど、ガラス瓶とか忘れてない。忘れてないよ、四国で。夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな、いつかはちゃんと自分の元に帰るように。ちゃんと覚えてますよ。出れますようにお祈りしときます。起き不足なのであと1時間25分お願いします。1時間25分、やばいね。80分、ほぼ分数に直せば80分は何喋るそんなそんなそんな、そんな喋ることないと思うけど、どうするよ困った困った。80分とかあっという間。まあ映画って考えたらめっちゃ短いよね。短いのか逆に皆さんがショールームしてくれたら嬉しい。私の代わりになんかそういうボタンがあればいいのにね。私ちょっと喋るの疲れたって時に、じゃあ私がみたいな人がいてボタンを押したらその人が一人で喋ってくれたら、もう80分あっという間。でもなんか大事故だよね怖い怖い、乗っ取られちゃう。それこそ何喋るん？え、聞きたいこといっぱいあるよ。私のことをどう思ってますかって。私について永遠に聞いとけば
80分あっという間。確かにめっちゃ盛り上がっててもそれはそれで、確かにそれはそれでちょっと悲しいかも。スペースやらないの？スペースね、やりたいけど、なんか別にスペースで今話したいことがそんなないかも。なんかたまったら今は自分がやりたいっていうよりは内海りねがやるスペースを聞きたいって気持ちの方が強いかもしれない。うん、だから早くやってほしい。聞きたいよね。何話すんだろう、楽しみ。ゆきちゃん話したいことないって結構言うね。うん、最近ね、なんかね、もう喋れない、あの人間1年生になってきた、突然のね。なんでだと思う？なんでだと思う？23歳にして人間1年生になっちゃったんですよ。留年した。なんで？いや、暑いからかな。暑い、暑くてね、喋るのも暑い。暑いとね、うん、困るね、脳が働かない。うん、まあそんな理由、それだけではないけど、それだけはないけど、それだけではないけど、なんかショールームじゃないなって最近思ってきたかも。うん、なんかスペサポとかでいいかも。スペサポとかで配信できたらめっちゃ嬉しい。かな。YouTube ね。なんかなんだろう、難しい、ここで言うことでもないって感じ。まあでも今じゃないかな、今その時期じゃないかなって感じ。うん、何を話したいのか分からなくなってしまった。うん、まあなんかスランプですね。スランプです。なのでなんかまとまってからやりたいなって気持ちなんだけど、うーん、まとまることがなかなかなくて申し訳ない。まあ楽しく配信できたら一番かなって思ってる、個人的には。でも今はあんまそうじゃない時期が多いから、あんまりしてないって感じ。皆さんのせいじゃないんだけどね、全然。多分 STA のファンの人とか、私をもともと応援してくれてる人とか、ショールームから入った人とかが
いっぱいいるから、ショールームしてない時期があったら多分あれかもしれないんだけど、ん？ってなっちゃうかもしれないんだけど、もうね4年以上ずっとショールームやってるから波はあるんですよ。だからやってない時はなんか充電期間かなって思ってもらえたら、あんまり深く考えずで待ってもらってたら嬉しいです。個人的にはそういう感じです。うん、そういう姿も別にあんまり見せたくはないんで、してないっていうだけですね。そろそろ終わろうかね。もう40分、早いね、40分も経つの。明日お話し会ちょっと頑張ってコスプレ探してきますどんな感じになるやら、ちょっと持ってそうなメンバーにいっぱい聞いてみる。結果はお話し会でね、朝のね11時くらいかな、多分11時ぐらいに結果が分かります。緊張する、緊張するっていうか、これからの自分次第なんだけど、頑張ります。どうですか皆さん、ガチャガチャしました？フューチャー日だけど、今日はアバターなかなか出てない、どうでした？できました？やりました？やれたならよかったんやけど、うん、じゃあそろそろ終わります。個人的には配信よりもメールの方がなんだろう、自分の気持ちとか送りやすいし、結構こと細かくその日あったこととか送ってるつもりだから、メールとかで見てもらえたら嬉しいかも。あとライブ公演とか待ってます。まあ、でも配信も見てくれてありがとう。じゃあ壇上読みますね。13位から読みます。13位、ホクさん。12位、ペルさん。11位、アチャさん。10位、マッカさん。9位、背番号48さん。8位、コバチャさん。7位、カズノリさん。6位、ヨモツクさん。5位、ヨルキャラアルコールさん。4位、バンボシさんでした。13位から今までの皆さん、ありがとうございました。そして3位がジェリーさん、2位がトートーさん、1位がローケーティーさんでした。ありがとうございました。ローケーティーさんはタワーもありがとうございました。ということで、明日と明後日はオンライン話し会で、サイン会はこのルームでもやるので、よかったら待ってます。ありがとうございました。いっぱいお話ししましょう。お待ちしてます。ベートークもありがとう。バイバーイ。ありがとうございました。